困難救助隊の、初代隊長の黒田です。令和元年2019年の、11月10日の日曜日です。日本では大きな行事が ありましてですね、式典がありまして、天皇陛下、のですね、祝賀パレード就任されまして、皇居からですか、赤坂御所までの4、5キロでしょうか、それを10キロぐらいでこうパレードをしたという、すごい観客、なんていうんですかね、なかなかこういう時にはちょっと言葉遣いも違うんでしょうけども、人々じゃなくて、こう旗振ってね、日本のね、日の丸振って、大勢の方がですねやってまして、昨日もすごくそういった、国民に対してですね、あったみたいでですね、でもやっぱり天皇陛下皇室もですね、やはり前の今の皇太后、なんですか、なんですか、何でしたっけ、平成の世のですね、の、天皇陛下、今の天皇陛下のお父さん、お母さん、同様にですね、やっぱり現天皇陛下と、雅子妃殿下ですね、皇后様、がですね、仲睦まじくですね、お話ししているシーンとかですね、そういったところにこう、こう夫婦がですね、こう歩むようになるですね、こうみんな手を振ってるっていう、こういうやっぱり夫婦のですね、男女のですね、やっぱりそれが象徴としての基本であって、もう日本含めて人間のですね、良さをこう思う感じるという、そういった役目を担われて本当大変でしょうけどね、そういう大きなことがありましたね。まあ、私自身はね、またちょっと書籍本とかですね、ちょっとフォローしたりですね、もらってきたりいろいろやってたんですけどもね、なんか一日過ぎちゃいますけどね、まあとにかく困難救助隊のですね、結婚したいのに結婚できない人は結婚できるようにするように、そういうのをですね、なんかよく理由は分かんないですけどね、こう世界の方がなんかこう、SNS では リクエストしてくれてまして、ちょっと急に何十人どころか何百人も来ちゃうので対応できなくなっちゃってて申し訳ないんですけど、申し訳ないですけど、そういう理由もありますのでね、ただ本当になんかありがたいですけどね、もうちょっとちょっと私も身が引き締まりますよね、というような、